からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、12月に入りまして、もう落ち葉がパラパラと落ちる、そんな季節になってまいりました。ちょっと寂しいなという気がするんですが、お正月も間近です。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は今国会で安倍首相がもう成立を目指すというよりは本当に急いではるという、そういう特定秘密保護法案について考えます。コメンテーターは京都弁護士会秘密保全法制対策本部本部長代行、京都弁護士会弁護士でいらっしゃる中村俊夫さんです。中村さん、お忙しい時に、ようこそお越しいただきました。今回は法律家の立場から特定秘密保護法案とは一体どういうものか、問題点どこにあるのかということを、もうとことん伺いたいと思います。よろしくお願いします中村さん、はい、本当にお忙しい毎日かと思いますが、中村さん、風貌としてこうもう本当にベテランの、弁護士でいらっしゃるというふうにお見受けしましたが、もう弁護士になられてどれぐらいになるんでしょう。そうですね、私弁護士になりまして36年で、来年で37年目を迎えます。そうですか、はい、もうすぐ40年ということですね。はい、はい、こう弁護士さんにはまあ、大体こういう案件をよく扱うという、そういう分野があるかと思うんですが、中村さんの場合は今日は先生と呼ばずに、はい、そうですね、すいません、さんで行かせていただきま す、はい、中村さんの場合はこうどういう案件を扱うことが多いんでしょうか。ですね、まあ、町弁という感じですね。町弁、はい、民事事件もやりますし、刑事事件もやりますし、はい、家事事件も行いますし、まあ、企業のですね、法務だとか倒産とかいうことも行います。そうですか。で、まあ、だいぶ年が行きましたんで、若い人たちと今一緒に事務所やってましてですね、私は主に今、企業の事件倒産だとかいうふうなことをやっております。はい、あ、そうなんですか。はい、町弁というのは、まあ、町医者という言葉があるように、はい、まあ、何でも、はい、ちょっと困ったなとか、そうおかしいなとかいうときに相談できるっていう、そういうイメージのことをおっしゃったんでしょうか。お困りになったら駆け込み寺気楽に来てね、ということですね。そういうことですね。はい、そうですか。はい、まあ、そういう中で倒産を扱うことが最近は多いということですが、まあ、アベノミクス効果ということが、今年前半は結構言われたかと思うんですけども、どうでしょうか。企業の倒産件数って最近はいかがですか。ですね、企業の倒産件数、実はですね、金融円滑化法という法律がありましてね、はい、でこれはある意味ですね、企業が困っている場合にですね、返済条件を緩和したり見直したりしてですね、できるだけ企業の倒産がないようにしましょうという法律なんですけども、今年の3月で切れちゃったんですね。あらら、そういういい法律が、はい、ところが、まあ、その後ですね、金融庁の方からですね、切れてもなおかつそういう方向で金融機関は対応しなさいというふうに言われておりまして、はい、今のところこれが切れたから倒産件数がガッと増えたとか、あるいは倒産のですね、債務総額大きくなっちゃったとかいうところは今のところはないですね。あ、まあ、アベノミクスが効いたのか、円滑化法の精神がですね、生かされて倒産件数が増えないで済んでるのか、今のところどっちかどっちだとか言えないですね。そうですか。はい、京都経済、日本経済はどうでしょうか。うんうん、そういう法律家の立場から見て、うん、上向いてるのか、平行線、いやそんなことないと思われるのか、まあ、どうでしょうね。地域的に言いましたらね、はい、やっぱり大企業のですね、特に為替に関する影響を受ける
輸出関連ですね、はい、こういう大手のところにはそれなりの、 あの風は吹いてますけれども、円安効果でということですね、ところが、まあ、あのそうでない、乗馬企業だとか、あるいは中小零細ですね、はい、中小零細のところにはまだアベノミクス効果というものまでですね見える状態ではないですね。ああそうですか、はい、それに、はい、まあ、本当にその効果的な何かを施してくれたかどうかというところも、うん、あのまだまだ疑問点が非常に多いというところなんですが、そうですね、さあ、そういう、中村さん、はい、長年弁護士をされてまして、まあ、今日これは、金曜日の12月6日金曜日の夕方5時からの生放送で放送させていただいてるんですけれども、今日が本来はこの今国会の、会期末、そうですね、会期末最終日ですね、最終日ということですね、はいはい、でそれが延長されるかどうかというちょうど、はい、こう境目にあるという重要なところで、はい、そして今あのちょっとインターネットで、うん、あの国会中継を見ましたら参議院本会議休憩中ということであの始めているかもしれないんですが、はい、ということはこの安倍さんが、成立を急ぐ特定秘密保護法案はまだあの成立ということにはなってないだろうというところで想定をして、はいはい、お話を進めたいと思うんですが、はい、この、 あの特定秘密保護法案は、本当に戦後まれに見る悪法だという評価っていうのはよく耳にするんですけども、うん、どうでしょうか、その長い間弁護士をされていた、はい、中村さんの目から見て、ま、あの弁護士経験の長さというような問題ではなくてですね、はい、あの今回のその特定秘密保護法案はですね、あのその中身においてもですね、それからその法律を作らないといけない必要性という意味においても、それから審議の方法においても少し、これまでのですね、あの法律の作り方とは違うんではないかなというふうに感じるわけですね。あ、なるほど、うん、そういえばあの今日の新聞に、うん、そもそも選挙の時の私たちが、うん、まあ、自民党多くの方が、自民党員、の方を選ばれて、うん、結果今こういう状況になっているわけですが、うん、公約の中にはそれが明記されていなかったということが書いてあるんですが、それは必要性というものとつながることかと思うんですが、公約のもとにですね、選挙をして、はい、あの支持を得てですね出てくるわけなんですよね。でその時に私が通った場合にはこういうことやりますよということが明確にこの特定秘密保護法案については言われていなかったわけですね。あの国家安全保障会議等は一応言ってましたけども、いつの間にかこの国家安全保障会議と特定秘密保護法案と集団自衛権は彼の言う三本の矢ですかね本当ですね、あの経済の三本の矢じゃなくて、安倍さんの三本の矢が実はその、3つだったという、そうですね、3点セットですよね、なんかあの衣の下からですね、はい、鎧が見えたような三本の矢じゃないのかなと。本当はこれが一番したかったという、その3つなんですが、うん、あのまあ、そういう意味で、これは非常にさっきおっしゃった、うん、その成立の必要性、それからなぜ内容も問題と、うん、もう全てが要は全部問題っていうことなんでしょうか。そうですね、あのまずですね、あの法律を作る際にはですね、はい、その立法事実といいましてね、今世の中にこういう問題があるからこの法律を作らなきゃいけないんだと、こういう問題がっていうのはですね、例えば震災が起こり、あの東日本大震災の後原発事故が起こった、被害者の方を救済しなければいけないということになればですね、これ緊急立法をやらないかのですよね。その慎重に構えていい案ができるまで待てなんて言えないんですよね。で果たしてこの特定秘密保護法案がですね、あのような災難のですね、法律立法と
比べてそれほどの緊急性必要性が今あるのかということなんです。本当ですよね、一番それがまあ疑問に思う怪しいという点ですよね。そうですね、はい、でも、うん、今おっしゃったそれは非常にこう一番疑問っていうかありえないっていうか、うん、あかん点ですね。そうですね、実はですね、はい、この特定秘密保護法案っていうのはですね、はい、昔からこれを作ろうとする動きはずっとあるんですね。あ、そうなんですか。はい、実は1985年、はい、今から28年前ですね、昭和60年に国家秘密法案っていうのは国会に挙げられたことがあるんです。はい、でそれはスパイ防止のためだと、はい、日本はスパイ天国だから。今回もそういう話ありましたですね。やってますけども、はい、30年前も同じこと言ってたんですね。そうなんですか。はい、でその法案についてはですね、はい、廃案になっちゃったんですね。はい、というのは当時の国会議員の皆さんはですね、この法案の持つその怪しさあるいは危うさ、そしてから慎重な審議をやっぱりやらないかんということで、それは成立しなかったんです、この法案は。でこの時は自民党のですね議員の中にもこの法案はこのままではダメだと言って反対された方もたくさんおられたんですね。でそれでこれは成立しませんでした。でその後出てきたのがですね、民主党の時の例の尖閣のですね問題があった時に、中国船の体当たり事件がありまして、ビデオテープが流れましたよね。うん、あれが、まあ、時の民主党政権で国家秘密を暴露しちゃったと、勝手にさせてはいかんから、そういうことのないようにしようってんで秘密保全法を作ろうという動きがあったんですね。しかしこれはそのまま法案にしないままでですね流れちゃったんです。で今回急に今年の9月にですね、この新しい特定秘密保護法案の概要というものがですね9月に出されたわけです。そうですか、はいはい、これは9月に出されたということは、それは突然出てきたものではなくて、その1985年に、うん、そういうスパイ防止法的なものが、準備されたというところと大いにつながっているということですね。こういうものを作りたいとか考えるやっぱりグループだとか団体とかですね、はい、そういうものがあるんじゃないかなと思うんですね。あ、そうですか。国家としてこういうものを作るんだというものがですね、ただ、まあ唐突に来たんじゃなくて、そういう流れの中の一つとしてこの特定秘密保護法案は作られてきたんだと。ただ作り方がずさんなもんですから、今いろいろと揉めとるんです。そうですね、はい、国会の審議の中で、野党の皆さんがいろんな質問をされて、その答弁が、昨日はこう言ったのに今日はこう言ったと、いろいろこうちゃんと答えられないというところは、そのこの法案のこの曖昧性っていうのをもう本当に表しているということですね。そうですね、はい、この法案はですね、国家の持つ情報の中でですね、はい、この国の安全保障に必要な特定の情報を特定秘密に指定をして、でこれを漏らした公務員あるいはこれに触ろうとする国民、これらを処罰するぞという法律なんですね。はい、でそういう意味では情報が一元管理されちゃって、行政の方が全ての情報を持って処罰を持ってですね、この情報を管理していくと。逆に言うと国民の側からすると、本来なら国民共有の財産である情報が流れてこない、あるいは行政にとって不都合な情報がですね、秘密の名のもとに闇から闇に消されてしまう。でそうすることになると、国民主権っていうんですかね、国民が政治に参加するのに正しい情報を与えられず、逆に情報に触れようとすると厳罰をもって処せられる、こういう非常に暗い社会がイメージされるわけですね。はい、菅原文太さんが、表現されたのが、その、戦前のこのこれから戦争を始めようという時の、そういう社会に逆戻りしたようだという、そういうような意味のことをおっしゃったかと思うんですけれども、
朝日新聞が実施した最近の世論調査によりますと、こう多くの国民はもう法案賛成っていうのはもうほとんど、こう 20% 台に減少して、反対の方が半分以上と、それからそういう賛成する方でもやっぱり審議はもっと慎重に、するべきという方がほとんどで、そういうこういろんな国民、一般の国民のみならず、最近は本当に映画人であるとか、それから外国人記者クラブとか、さまざまな団体、全国の弁護士会もそうですが、多岐にわたって多くの方がこう反対を表明しておられるという状況ですよね。国連のですね、はい、高等弁務官の方がですね、はい、今のこの特定秘密保護法案については問題があるんではないかと、もう少し慎重に考えた方がいいですよという声明を出されましたんですよ。安倍さんはご心配いただくことはありませんと言われましたけども、海外の方が見られてもですね、やっぱりこの今の行政優位のね、アメリカだとかイギリスだとかドイツだとかフランスだとか、ここらにも秘密の保護法はあるんですが、それらの姿よりもですね、圧倒的に行政優位の保護法案なんですね、国民ではなくて、はいはい、ですからこのままではですね、今の安倍さんが出してこられた特定秘密保護案のままではですね、やはりそれは認められないということだと思うんですね。というのは、はい、諸外国の例を見ましてもですね、はい、行政が全てを決めて、行政が全てその機関もあるいは解除も全部終わってしまう、他の司法も立法もこれに関与しないという法制はないんですね。立法の側も委員会の名前でもってですね、正しい秘密の指定がなされているのかどうか、間違っておれば正せと立法側からですね言うていく余地残してるんですね。でそれは委員会の呼び名はいろいろと違うんですけども、例えばアメリカだったら情報委員会、はい、これは上下両院でですね構成された委員会なんです。それからイギリスだというとですね、立法側に置かれた委員会ですね、それがそのプログラムの監視をするわけです、はい、秘密のプログラムの監視をして、おかしければおかしいというんですね、はい、それからイギリスだというとですね、情報保安委員会、こういうものがですね上下両院議員9名で構成されて、秘密の指定がおかしくないかどうか見るわけですね、はい、で例えばドイツもですね連邦議会監視委員会というものがあって、一定秘密は必要かもしれんけれども、必ず行政が議会がですね監視をする。フランスだというと議会情報委員会があって、これが監視をする、はい、こういうふうに第三者機関というものは設けられてですね、行政が一人でですね勝手な動きをせんように監視をするようになっとるんです、はい、ところが今回作られたその特定秘密保護法案はもう行政がこさえて管理して、よそは言ってくるなと、行政が全部やってあげるから立法も司法も黙ってなさいと、国民は元に黙ってなさいと、こういう法案で、ですから弁護士会はこの法案は欠陥法案ですねと申し上げとるんですね、はい、うん、今おっしゃった諸外国の例っていうのは、これは当たり前のことですよね。そうですね、はいはい、日本は、原発をこう推進してきた歴史がありますけれども、うん、原子力規制庁といわれる組織も、うん、やはりそういうこう第三者機関というのを作るの気があまりない国というか非常にその国の体質っていうのが、うん、あるのかなっていうふうに思うんですが、うん、さあ今いろいろこうご指摘があったように、この法律家の視点でこの保護法案の何が問題なのかということを、改めてお話を伺いたいんですが、まず、その第三者機関、今非常に参議院でも昨日などもいろいろ安倍さんがこれまでになかった第三者機関の名称を作って、答えた、答弁したとかいろいろありますが、問題点をこう整理するとしたら、やはり
まず必要性というのがそもそもないのではないかと、なぜそんなに成立を急ぐのかというところですよね。そうですね、はい、まずですね、日本にはですね、はい、こういう防衛秘密に関しては自衛隊法という法律があるんですね、はい、で防衛秘密を漏洩する漏らすとですね、5年以下の懲役10年以下の懲役に処せられることがあります。これはそういうふうに防衛の秘密を守るということなんですね。それから、はい、ここは公務員の方もですね、守秘義務ってあります。でこれは1年以下の懲役に処せられます。これを漏らすと。でもう一つ、日米総合防衛援助協定に伴う秘密保護法ってあります。でそれは防衛に伴う日米間のですね、情報に関して、その秘密を漏らすと10年以下の懲役に処せられます。そういう意味で、今、網をかけるようにしてですね、防衛だけじゃなくって、外交、防衛、それからスパイ活動防止、テロ防止、全てに網をかけた法律を作ろうとしてるんですけども、果たしてそこまで全てに広げる必要があるのかどうか、今この申し上げた。ちゃんと規制のそういう防衛に関することとかあるじゃないかというところですね。はい、でそれがあるのに、さらに広げてですね、うん、その外交だ、スパイ活動だ、テロ活動防止だと。でテロ活動防止っていうのはですね、定義がね非常に分かりにくいんです。本当ですね、定義が、はい、あそこの何で幹事長がですね、はい、そのデモ人ってワイワイ言うとる人はテロみたいなもんだって言って石破さんがですね、はい、言ってブログで囁いて非難をされて訂正ごめんとこう言うたんですが、それはもうやむを得ない話でね、テロの、ね、定義というのは政治上その他の主義主張に基づき国家もしくは他人にこれを強要しまたは社会に不安を与える目的で人を殺傷しまたは重要な施設その他のものを破壊するための活動であるとこう言うんです。でここに出てくるのは強要殺傷破壊なんて言葉が出てくるんですね。多分石破さんは強要のところをですねがなり立てる行為は強要だからテロと一緒だとこう思ったと思うんですよ。それと石破さんの心情的にそのような国家の考えに反するものはもう自分としてはもうテロと同じだっていうそういう本心が出たという評価もありますが、そうですね、はい、ですからこのようにね非常にね特定秘密にする例えばテロの定義だとか、はい、あるいはその他のね3つの分野についてもですね非常に範囲が広い広範なんですね。秘密の分野広範、環境という分野まで、そういう秘密を指定できるという環境庁ですか、はい、もう会計検査院も入っとんですよ。あらゆる官庁が入っとって、はい、5年間秘密指定しなければ秘密指定権がなくなるだけですと、はい、言うてるんですよねこの法律は、はい、で要するにその省庁を特定せずにですねもう全ての省庁は秘密の指定権がありますと言ってるのと一緒なんです。ということは私たちにとってはもう全てがその秘密、うん、特定秘密になりうる可能性があると見てよいと、そうですね、いうことですね。何が秘密に指定されたかは言われませんので、はい、私たちは知らないうちにそれに触ってるかもしれないし触ろうというかもしれないし触りに行けというかもしれないし、ね、そうですね、うん、はい、問題点はそもそも今成立させる必要があったのか、うん、そして、この今おっしゃった秘密の範囲があまりにも広範、うん、範囲が広すぎるということ、そして、本来はそれを秘密にしていいかどうかということを審査すべき機関が内部同じその家の中でお父さんが判断しているようなもんですよね。安倍さんが第三者的にというふうにおっしゃったのがいかにも滑稽だというふうな評価もありましたが、第三者ってあくまで自分以外のものを指すんですよね。本当ですね。安倍さんはあくまで行政のですねトップなんですね。そのトップの方が自分の部下が悪いことしとらんかよく見ますわと、ですから私を信頼してくださいとおっしゃるんですが、それは法律の立て付けに合わないんですね。信頼する線以前の問題なんです、
はい、はい、まあ、この第三者も作るとしても、うん、大きく見るとしても多めに見るとしてもこの第三者機関の設置は必須であるということですね。で今のところ約束はされてないんです。そのこの法律ができたらですね、施行するまでの間に、はい、そういうものが必要かどうか検討しましょうとおっしゃってるのであって作るとは言ってません。そうですか、はいはい、さあ様々なこう、おかしいなと思うことがいっぱいあるんですけれども、うん、残り時間が、2分半ぐらいになっちゃったんですけども、はい、まあ、よく、情報が制限されるということもありますが、市民生活の中でそのいろんな制限が実は起こると、秘密を、持つ人に対していろんな調査が行われたりとか、そういうこともあるんだということと、それから今おっしゃった教唆とかいろいろありますね、はい、そういうことをちょっと市民生活においてどういう可能性起こりうる危険性というか、まずもってですね、はい、私たちの生活は自由が保障されていてですね、人権が守られているから明るくできるわけですね。まあ、何言っても、そう、表現の自由があるし、まあ、はい、そうですね、移動の自由があるし、職業選択の自由もあるし、全て自由が保障されている、人権が守られている社会であるからこそ私たちは楽しく暮らせるんですね。ところが一部ですね、情報をですね、行政の方に管理されて何が秘密になったのかも分からずにいるとですね、これ萎縮効果って生まれてくるんですね。人間ってその何かこう塞がれると、例えば目を塞がれるとどうなるか、耳を塞がれるとどうなるか、でそうすると声は出るのか出ないのか、生活そのものが大変萎縮してしまう。そういう意味ではですね、こういうふうな大きな規制をかけて人権を制約するというものはやっぱりそれなりのですね、人権保障の別の面もきちっと作っておかないと、この法律このままでは成立させるわけにいかないということですね。本当ですね、はい、はい、とはいえ今こう参議院が、もう会期末に、今日延長されるかどうかというところなんですが、もし万が一これが強引に成立ということになったとしても、私たちにできることってあるんでしょうか。そうですね、やっぱり法改正、はい、仮に成立してしまったら法改正なり、はい、廃案内のですね、方向についての運動をしなきゃならんと思うんです。さっき申し上げたように秘密の指定に関して行政が勝手にですね、都合の悪いものを秘密にしてるんではないかとかいう懸念もありますから、そこを事前で調査できるようなシステム、それからこういうシステムが出来上がった後にですね、もし開示がないとそれを歴史的にですね、検証するシステムはないんですね。だからそういう人権を守るためにはこういうものを抑えないとダメですよというものをやっぱ運動していかないかんと思うんですね、はいはい、こう安倍政権は国民がこう強引に、強制強行採決しても、選挙のところには忘れてしまうだろうという、うん、そういう、思いのもとに、いろんなことをされているようですけども、それではダメですね、私たちも。そうですね、国民の側もですね、こういうことをされるんだよということを知らないかんし、仮にこれができたとしても変えていくというやっぱり努力をしなきゃいかんですね。本当ですね、はい、はい、分かりました、はい、力強いお言葉をいただきました。今日は弁護士の中村俊夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。